カラースプレーを使って描かれる美しい作品の数々。型紙を用いて何色ものスプレーを組み合わせ、テンポよく描いていく様子は見る人を魅了します。完成された作品のみならず、そのパフォーマンスまでもが人々を虜にするスプレーアート。そんなスプレーアートの第一線で活躍するのが、スプレーアーティスト梅澤洋平さん。ヨーロッパや南米など世界各地を飛び回り、現地の人々にスプレーアートを披露してきました。奥様のベロニカさんと2人で、コロナ禍の現在は日本全国を回り、スプレーアートの魅力を人々に伝えています。自らをスプレーアートエデンと名乗る彼、メキシコ人であるベロニカさんと結婚する際、クリスチャンネームをエデンとしました。エデンには楽園という意味もありますが、現在は絵で伝えるという意味も込めてエデンと名乗っているそうです。はい、こんにちは、スプラートのめちゃんとベロちゃんです。こんばんは皆さん。今日はそんな梅澤さんはスプレーアートエデンとして YouTube の世界でも活躍。 YouTube に投稿した虎の絵を描くパフォーマンス動画は、なんと再生回数800万回超え。 This is a tiger。 本当に謎で、なんか朝起きたらバズってて、これのおかげでなんか今のチャンネルが伸びてるなっていうのは。梅澤さんの出身地は長野県佐久市。八ヶ岳などの山々に囲まれ、中央には千曲川が流れています。軽井沢から車で30分ほどのこの高原都市に彼のアトリエはあります。海外や全国を回る梅澤さんにとって、アトリエは束の間の休憩地点。早速白いキャンバスにスプレーを吹きつけていきます。使うのはスプレーだけではありません。宇宙とか描くときに、いろんなサイズの惑星ができる。ペインティングナイフで、こうやって星飛ばしたりとか。その他にも紙を使ってさまざまな模様を作っていきます。これスポンジで木を描きます。こう山描いたりとか、ヤシの木描いたりとか。筆の代わりって感じですね。筆は使ったことがない。一方、梅澤さんがたびたび使うのがファイア。次の色と混ざらないように、塗料を乾かすために使う炎。これによってパフォーマンスのテンポも上がります。すぐポン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 って出てった方がなんかお客さんも飽きないし、お客さんが喜んでくれれば一番。小さいものだとわずか5分ほどで完成します。スプレーアートを始めたのは9年前。当初はなかなか思うように絵が売れなかったと話す梅澤さん。メキシコでスプレーアート始めて、でその時に絵描いたことないから、うちらはもうじゃあ型紙で世界を目指そうって。型紙作りを担当するのは奥様のベロニカさん。レイヤーにするのはちょっと難しい。例えば赤だけど違う赤、3つにするのか、3つに分けるとか、まあ5ミリとか2ミリとか間違ったらもう全部ダメ。ベロちゃんのすごいのは、何かを見して、あのトラックは多分 9枚みたいな感じ で何枚になれば1枚になるみたいな。レイヤー、つまり型紙1枚のこと。1作品あたり多いものだと30枚ものレイヤーを使用するそうです。全然変わったね。変わりました。初めて1週間でお店始めたから、要は絵が下手くそだった。でそのサポートで型紙で、多分俺世界1位だと思ってる、ベロちゃん。ベロニカさんがこれまでに作った型紙の種類は
全部で2000を超えるそうです。一方、梅沢さんが描いてきた絵の枚数は、もう5万とか超えてんじゃないですか。絵ってなんかその時のなんか巡り合わせというか、あ、これは私のうちに来るべきものだって多分感覚で思う人がさっと行きますね。作業も一段落し、車に乗り込んだ2人。コロナが蔓延する前はほとんど海外にいたそうですが、現在の活動の中心は日本。スプレーアートを始めた当初もたまに日本に帰ってくることがありましたが、お金がなくて大変だったそうです。500円のラーメン2人でいっぱい食べてね。うん、分けて食べたね。家もめっちゃ狭かったね、最初は。狭かったね、狭かったね。寝てた場所は、まあ、スプレーの隣だったよね、覚えてる。でもスプレーの倉庫の中で寝てた感じだよね。うんうん、そう、そんな感じ。すげえ量あったよね。当時の思い出を語りつつ到着したのは、地元で大人気のお蕎麦屋さん。どうぞどうぞ、好きなのどうぞ。あ、くるみそば。あ、決まってる？決まってる。長野に帰ってくると決まって食べに来るそうで、オーダーしたメニューを待つ間、梅沢さんがスプレーアートを始めたきっかけを話してくれました。もともとメキシコで2人であのタコス屋さんやってて、結構大変だったよね。大変だった。時間がなかったね。仕事も大変だし、うん、でベロちゃん何やりたいって言った時に、なんかアーティストになりたいって。もともとベロちゃん絵好きだったのね。絵が好きだった、うん、アーティストなーって言って、あ、スプレーアートならできるわって言って、あ、簡単じゃん、うん、って思ったのが最初、うん、まあ、難しかったけど、ちょっと1週間やってて、まあ天才だって思ったでしょ。1枚目から俺ベロちゃん、やば、天才っすよ。いや、超、今見るとクソ下手っすよ。で、その天才って思い込んだままお店始めちゃって、うん、俺が絵描いてたとこの近くに本場のメキシコのスプラートやってる人がいて、でそのお店閉めて、うん、ずっとこうやって動画撮っていいっつって、真似していいっつって、おいいよいいよっつって、うん、ね、でそれを元に練習して、ずっと練習してた、何時間も。そうね、朝のなんか3時4時までもずっと練習。そのストイックな性格は学生時代からだったようで、朝の3時7時新聞、8時9時から3時まで大学、そこから夕刊6時まで夕刊、中華屋さんでバイト、で夜の12時から3時寝る。まあ、仕事はあれだったけど、その400万貯めてカナダに1年留学するぞみたいな目標があったから、多分それでやってたんだと思う。幼い頃から海外に興味があったという梅沢さん、それは7歳の時のある出来事がきっかけでした。超うまい。レストランに行った時に初めて外国人を見て、そしたら最後これ手振られて、最後にほっぺにチューされたの。この出来事から海外に憧れ、世界中を回っている中で出会ったのがメキシコ人のベロニカさんでした。教師やってたんですよ。あのスペイン語を教えてた、あの日本人に。だけどみんななんか真面目なタイプで、まあ、出会って、あ、違うなと思っても、でもそれが好きだったんです、うん、お蕎麦屋さんを後にした2人は梅沢さんが生まれ育った家にやってきました。話題は幼い頃の思い出話に。どうなんだろう、まあ、でもよく外で遊ぶ元気な子だったと思いますね。家帰っても野球やってたし、まあ、お父さんと練習してたし、休み多分なかったと思う。18まで、いや、野球終わるまで休みなく。アトリエに戻ると何やらおもむろに準備を始める梅沢さん。今から YouTube ライブでお客さんの注文の絵を描いていきます。はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんです。お、視聴者から来るリアルタイムのコメントに答えながら、リクエストされた絵を描いていきます。あくまでもこれ描きます、またあのアップします。一応早いもん勝ちだからね。
梅澤さんが描いた絵を隣でベロニカさんがアップしていきます。ベースっていうアプリにアップしたら、あとはもう早いもん勝ちみたいな感じでやってて、リクエストしたけど見て気になかったら買わなくていいよとも言ってるし、1名様に早いもの勝ちでめちゃめちゃヤバい絵を描いてるんですよね。ヤバいやつ、わー、チャンネル700、撮影にてチャンネル700の記念だよって言って出品します。売れた。なんと1分も経たないうちに購入者が現れました。今出品したばっかです。売れました。何のイメージもありません。はい、インスピレーション多分 5,6 人が買おうとして1人しか買えなかったみたいな。この日の午前中に描いた絵も出品すると、ちょっと、え、売れたよ今。売れたのは、売れたのは竜。竜売れた。竜売れた。長い時にはなんと24時間ぶっ通しでライブをすることもあるそうですが、今回は1時間ほどで終了。このライブ中になんと7枚も絵が売れました。 YouTube も全く知らなくて、ベロちゃん次何やりたいっつって、ベロちゃんが YouTuber になりたい、 OK、 じゃあ YouTuber になろう、みんなが驚いてくれるのが嬉しいから、なんかアートってよりもなんか動画でテレビ中にライブができるとかっていう、みんなをなんかワクワクさせたりとかっていう方が楽しい。なんかそっちの方がアートみたいな感じ。楽しんでて私もなんか嬉しい、うん、新しいところへ行って、まあ違う人の前でパフォーマンスを見るだけで、ね、楽しい、まあ、人の反応とか感動するとか、うん、本当に好きなことこんな10年も続けられて、好きなことに出会えたっていうのはめっちゃ嬉しい。それってなんか時間かかるじゃないですか。それがなんかパッ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 っていう風に終わるっていうのが楽しいのかなっていう。でそれで最後絵が出来上がって見た時の反応っていうのは、どこの国行っても面白い、楽しい。常に楽しいことを求め続けるスプレーアートエデン、これからも世界中の人々を楽しませていくことでしょう。